さあ皆さん今日もやっていきますか。お疲れ様です。お仕事学校お疲れ様です。やっぱりある程度辛かったりねしますよね。仕事とかやってたらどうしても仕事学校行ってたら、でもずーっと楽しんでずーっと暇でもそれはそれで面白くないですからね。まあこういう世の中なんですからね。世の中っていうのはこういうもんらしいですから、今日も頑張っていきましょう。僕もねこうやって動画撮ることでねちょっとストレス発散になってるんでね、皆さん見てくれた、いつも見てくれてる方ありがとうございます。あ、見てくれてる人そんないなかった。低めの変化球は決まりません。見てくれてる人そんなおらんやん。ローキ君強、はい、そして甲子園見に行くローキ君強。あーなんかいいね、完全試合される。なんかそれもそれでありかもね。いやえぐい。なるほど。さあバッターは何を待っているか。思わずバットが回ってしまいました。あれ。あっという間に。おい。打てねえなら酒飲むな。ナイスバッティング。いやこれはいいバッティング。僕はあんまホームラン打つの得意じゃないんですけど、右中間左中間飛ばすのね、なんかねちょっと得意な感じすんですよね、なんとなく。すいません。嘘です。あーよく見ましたね。まあ、ちょっと不良、うん、引っ張りきれないんですよね。なんか V ロードとかでライナーとかサードライナーファーストライナーが嫌で それになんないようにずっと意識し続けて打ってたら右中間左中間飛ばすようになってました。まあちょっと意識してんのかな。ナイスバッティング。さあ1点今日は軽く入って嬉しいね。やっぱ気負いすぎないの大事だね、何事にも。打たなきゃ打たなきゃって思うのが良くないねやっぱり。うわー高梨さんだ、うん、気負わないでいこう、ゆっくりいこう。うん、広角ついてないんだよね。あーでも外野前進か、ちっちゃい方張りたいね。ちっちゃい方張ってやっぱここ飛ぶんですよね僕。まあたまたまか、そんなうまくないんでたまたまです。あの腐ったリボン持ちです。あの僕のリボン腐ってます。腐りリボン持ちなんで別にうまくないですね別に。あやべえやれた、いい。さあ立浪さんミート90やるね。あーぶね、入った。うわー立浪ドラゴンズ入った。燃えよドラゴンズって頑張れ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。さあ広角ついてる。デレデデデ、あーすいません、これはごめんなさいだ。これ1回表なんでリュークそのまま行きましょう。ピットでランナーを一塁に置いています。あやられた。初球打ち、ここはフライになっています。取ってツーアウト、気抜くなって。バッターは9番に入っている木下、ツーアウトになっています。ちっちゃい方、ああこういう人、まあこういう人僕好きなんでいいです。さあ内野安打出たから内野安打しましょうか。まあ序盤でここまで点差が開いてましたけどまだ何があるかわからないんで手を緩めて言ってほしいですね。急にこういう空振り、あおい翻弄されてる、めっちゃ翻弄されてるやん。あ見逃し三振、いくいくすげえ。なんでさあこれからドラゴンズが守備につきます。三振なんか多いな俺。そして柳田が打席に入ります。あれはああ入っちゃうと思いながら見逃してますからね。あれなんなんですかね。
さあ抑えていくよ。はい、あれ上手だ、張ってたか。あ、選手強いな。でもバッターは2番に入っている村上。いやこれミスったな、走ってきたね。オッケーオッケー、ワンアウトでかいねこれ。さあタイピンついた、タイピンついた松葉ね。結構俺手つけられないと思うよ。ほらさあババババースですね。こういうの打ってみてください。あーし、ありがとうございました。まあコールドなんでね、次のゲームいきましょう。さあ、いやー嬉しいですね、2日連続こうやってコールドできんの。やっとちょっと打てるようになってきたかな、多少ね。はい、1試合目見てくれた方すみません、ありがとうございます。さあすいません、今日もお疲れ様。2試合目ですね、2試合目すぐ上げようと思ったんですけど電話かかってきちゃったりしてね、ちょっと撮れませんでした。なので、2本目別の動画で上げます、すいません。さあ勝っていこう。あ、上陣6まで上がってきちゃいました、撮影しない間に、すいませんね。さあ行きましょう、早くプラチナ3に行けっていう話だね。てか早く常人抜け出したいね。なんでリボン持ちがな、なんでリボン持ちが常人におんねん。チャットオフやだ、うん、まあ大したリボン持ってないんですけどね、腐りリボン持ちです、腐ったリボン持ちです。いや、いいボール。うわー、立浪監督ありがとう。やっぱこれ打てないっしょこれ、うん、やっぱね、しんのすけが強え強え、継承してよかったね。このカーブだけかと思いきやね、このスライブ4つもね結構絶望的に強い、うん、しゃあいい。1試合目コールドしたから2試合目もコールドしちゃおうね。え、守備いいね。ああ、由伸さんか。さあ頑張りますか。うん、結構曲がる。 D か。ああ、超えないか。すごい減らされんな能力。ミート打ちありだな。あー、ナイスバッティン、最高最高。岡林さん9、できれば走っちゃう。いやー無理か、無理だな。打つことを集中しよう。あー、ちょっとカットボールとか来るかなーって思っちゃいました。あー、いい配球。それは次いい配球ですね。うん、でスプリットフォークカーブスライダーいろいろあるね。うん、そうだよね、そうだよね。でツーシームかな、越えろ。ああ、イチローです。そこはイチローさん、さすがっすね、さすがっすね。うん、いいシュート。ちょっと速い球やっぱ張った方がいいな。はい、なんだそれ、うそ。ミートミスってる。さあチャンスだ。おー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 バッティング、ちょっとアパート苦情くんちゃうな、声でかくて。おー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 おいおいおー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 おいおい、ナイスカット。おー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 おいおいおいおーおー、危な。さあ打ちましょう。あ、やられた。わかるんですよね、未来が。あ、やられたっていう。
あ、これです。あ、これスプリットじゃないんだ。ツーシームだ。三振だっていう未来が見えてる。で、手が出ない。しゃあないね。やっぱある程度読んじゃうよね。はい、ただ立ちはだかるのは小笠原慎之介です。さあドン。さあありがとうございました。まあちょうどいいんじゃないですかね、2本目だから皆さんありがとうございました。失礼します。今日もお疲れ様でした。明日からもね、まあ無理せず楽々に頑張りましょう。